俺の読書のコーナーでございます。皆さん読書はしてますでしょうか。今の時期、台風がね来てまして、まあ8月31日があって9月1日があり、この台風ってなるともうね頭痛がしんどくて外に出れなくて、じっとしてて息をしてトイレ行ってご飯食べるしかできないっていう風になってる人ってすごく多いと思うんですよ。まあそんな中でね、ベッドの上で寝てるだけでも読書っていうのはできるんで、まあちょっとずつでもいいんですよ。ちょっと読んで寝て、ちょっと読んで寝て、寝てちょっと読んで寝てぐらいでいいと思うんで、まあね本は多くの方に読んでほしいなと思ってます。今回ですね、かなり話題になって、これ1967年なんで60年前ですか、合ってますか。で、最近文庫化されてかなり話題になっている100年の孤独っていう小説で、これですね、あのページ数が496ページなんですけど、1とページ自体がものすごい文字数なんですよ。だから496ページだけど、こう人と人との会話が多かったりとか、文字数が少ないとか、あの文字が大きいとかっていうのがあって、だから496だけどギュッとしたら200とか全然あるんですけど、これね、そのいろんな面で考えたら600ページから700ページぐらいあるぐらいボリュームのある小説で、しかもめちゃくちゃ難解なんですよ。もうこの100年の物語 で自分たちの子供の子供がいて、でその子供がいて子供みたいな3世代とか4世代なんですけど、名前が一緒なんですよ。例えばピエールとマリアが結婚して、その子供がピエールとマリアで、しかもその下の子供をピエールとマリアみたいな。でピエール何世とかマリア何世とかじゃなくて、もう一応人間関係図があるんですけど、人間関係図見ながらでもめちゃくちゃ難しいけどめちゃめちゃ面白いっていうのが分かるみたいな。でだからこの小説もバーって読んで、でまあ解説サイト見ながらで、まあ本当になんかこう、なんみたいな感じで理解しないでただずっとぼーっとして読んで、よくわからなかったなでもいいと思うんで、まあ、何回も何回も読んで解説見ながら見て、こういうことかっていうようなので、読んでいくっていうのは結構難解なんで、読書力が高い、読書に自信があるっていう方が読むような本かなっていうふうに思ってて、でこれ結構話題になってて、ああ話題なんだ、ちょっと読んでみようかなっていう、初心者がいかつにうかつに手出すともう読書嫌いだ、だから嫌なんだよみたいな形になるんで、本当に1ヶ月どころじゃない、半年ぐらいかけて1冊読むっていうレベルだと思うんで、ただ内容としては結構考えさせられることが多いんで、まあ正直1年間かけてこの本を 2,3 周するっていうだけでも正直読書力は相当高くなるんじゃないかなっていうふうに思ったりはしてるんで、本当に難解ですから、もう難しい本で、めちゃめちゃ分厚くて内容も理解できないけど、ちょっと話題になってて有名な本だからちょっと頑張ってチャレンジしてみようかなみたいな、そういう方におすすめの本なんで、まあね、ちょっとね気軽に手を出して、読書嫌いにはならないでほしいなって。